こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。いや、もう今日はね、めちゃくちゃ気合入ってます。今、撮影日。ごめんなさい、ここピョンってなってる。はい。2023年2月21日からね、ガンダムコラボがね、パズドラで始まったということで、もう、本当に嬉しいな。僕、むちゃくちゃガンダム好きで、もう本当にガンダムが、もう語彙力よ。はい。とりあえずね、今日はね、とりあえずガチャ引いていきたいと思います。はい。まずメールから行きましょう。あ、そっか。昨日ね、生放送僕もずっと見てました。会社駅伝、フェス限定、確定スーパーごとです。ね、ほんと、マックス村井さん、岩井さん、岩さん、ありがとうございます。ありがたくいただきます。ここでね、ノーチラスとかね、ノーチラスロイヤルウォークとか出てきたらいいんですけど、いや、これなんか、なんやろ。はい、元はそうか。おー、ホノリンアワリンか。ちょっとお気に入りにします。はい。それでは、開催記念ですね。ガンダムシリーズガチャ引いていきたいと思います。はい。これはね、無料のやつですね。はい。僕、ちなみにね、一番好きなガンダムは F91 なんですよね。はい。F91 が一番好きで、お、ジンや。これね、ガンダムシード時代の、ザックポジションみたいなやつですね。はい。いやー、いいっすね。お、武器、銃弾と、ああ、ここも。いやー、すっげー、もうめちゃくちゃ再現されてる。はい。それでは、これ320円のやつ買いました。とりあえずこれだけね。これだけ買いました。はい。珍しく、パズドラに、お金を入れました。おーしゃー！おー！やっとプロビデンス！プロビデンスね、僕めちゃくちゃ好きなんですよ。ガンダムシードのね、もうラスト、49、もうラストから1話、最終回から1話前ぐらいに出てきて、めちゃくちゃかっこいい活躍するんですよ。他者より強く、他者より先へ。やべえ、もうこれ聞いただけでテンション上がる。で、ドラグンシステムね、はいはいはい。関智一さん、はい。リオ・マックスウェルとかね、やってらっしゃるんで、お声も。それじゃあ、石使って弾いていきましょうか。はー、やべえなー、めちゃくちゃ興奮するなー、っていうかドキドキするなー。石置いといてよかったー。はい、金卵。金卵でもね、全然持ってないんで。ドムやん。これ、ジェットストリームアタックしてるとこかな？あ、そうですね。ジェットストリームアタックしてるとこっすね。で、ジャイアントバズーカと。いやー、シャア専用ね、リックドムとかもあるんですけどね。あれはリックドムか。ドムとは違うんですよね。リックドムが宇宙専用機で。お！銀卵出るんや。お、ズゴック。ズゴックか。おー。いや、ズゴックもね、シャア専用ズゴック実装されないですかね。シャアをアシストしたらシャア専用ズゴックになるとか。いや、もう楽しいな、楽しいな。もうガチャのね、こうやってね、楽しく。おーし！おーし、おーし。エピオン！エピオンはね、もう大好きなんですよね。弱者を作り出すのは強者だ。もう決闘用モビルスーツって言ってね、もう、1対1の戦闘でしか、もう戦わへんから、この、重火器を持ってないんですよ。もう、ヒートジャベリンか、ビームサーベル。それだけなんですよね、武器が。はい、もう、もうこんなこと、もう、金か。いやー、でもサイレアも欲しいよね。いやー、リックディアスやん、リックディアスやん、リックディアスもね、シャア、エユーゴのモビルスーツなんですけど。はい、ね、もう、リックディアスってね、別名ね、ガンダニウム合金でできてるんで、ガンマガンダムっていうね、名前にされそうになったんですけど、このね、エウーゴ入ってた、シャア、その時はクワトロバジーナって名乗ってたんですけど、が、もうガンダムに乗るのは嫌やって言って、リックディアスってなったんですよ。それで、はい、リックディアスって名前になりました。はい。やばい、これ。このぐらいの石の数でよかったなぁ。うわぁ !GN フラッグやばい。この気持ち、まさしく愛だ。いや、ほんまにね。いやぁ、これはね、中村ゆうちさんですね。グラハムエーカー。はい。グラハムエーカーね。GN ビームサーベル。
ユニオンのね、フラッグファイターズっていうね、ほんと WO ね、もうほんと最後ね、もう宇宙を舞台にした、宇宙規模のなんかもう人類、他人類とのもう人ね、もうなんかもう戦いみたいになっていくんで、もうほんと壮大すぎて、はい、多分ほんとに面白いです。あーやばい、金、ちょっとダイヤ渋くないか。ギラ動画やん。ギラ動画ね、いやー、逆襲のシャアにね、出てくる。最後にね、アクシズが落下するんですけどね、地球に。ギラ動画とか、ほんと、もう、いろんなね、両陣営がね、もう、落下を結局阻止しに行くわけですよ。もうそこがめちゃくちゃ熱い。で、そこの、現象のことを、僕、ゲルググ。おお、これはなんか習慣に使えそう。ゲルググもね、シャア専用ゲルググとかね。僕、ガトー専用ゲルググガンプラで作ったんですよね。はい、昔。その、アクシズを、押し返す時に落下の阻止に使った、弱ね。はい。現象のことを、サイコフレームの共鳴なんですけど、アクシズショックって言われて、それについて物語と心理学っていう大学の授業であったんですけど、おっ、それをレポート、論文書いて、シューってね、当時最高の成績、おー、ウィンガンダム、まあまあ、いただけましたね、はい。オッケー。ターゲットロックオンか。俺は死なない。やばいっすね、もうこの声、もう。ヒーローいいですよ。このマント羽織ってるってことはどうなんやろ。フローズンドロップの頃かな。で、ツインバスターライフルが、こんな感じと。はい。よし、次行こう。はいはいはい。あ、金か。いや、ダイヤ、もうちょっとね、あ、リックディアスね。はい、リックディアス。いや、サザビーとかも使いたいんよなぁ。クレイバズーカ。いや、楽しいなぁ。久しぶりにこんな楽しいわ、ガチャなんか。一番楽しい。はい。あー、やばい。あー、マジか。それは、あー、リックディアス。被り出したか。はい。じゃあ、とりあえず交換状見てみましょうか。はい。はい、こんな感じですね。はい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 。いやな、星、サイレアはね、ウィングガンダムしか出なかったんですけど、もう、全然交換できるんで、正直言うと、まあ、そのね、僕もがっつり課金してた頃の財産が、残ってるので、交換できるので、一旦せいでね、まだツイッターキャンペーンとかね、始まったら、あと、ガチャ引いていこうかなと思います。ちなみにその、ね、このガンダム購入ってあるじゃないですか。あれの BGM、流しちゃうとね、その設定しちゃうと、あれなんですかね。広告収入どうなるんですかね。っていう疑念もあるので、まあまあ、それやってらっしゃる方、どうなんでしょうね。どうなんかちょっとわかんないんで、そのガンダムを買うかは微妙なんですけど、はい。はい、まあ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 。いや、もうとりあえず、もう、なんかもう締まり悪いけど、もうとりあえずガンダムコラボ全力で楽しんでいきたいと思います。で、いろんなね、ガンダムを使ってね、何か、吉兆やったっけ?チャレンジとか挑んでいきたいですね。はい。ちなみに、ラグドラはもう作りました。はい。スキルマです。はい。ここまでやり込んでおります。よし、それでは、今回はこれにて以上となります。次はね、無課金サバカで引いていきたいなと思っておるんで、おるので、はい。そちらも、ご視聴いただければ、嬉しいです。それではね、また次回お会いしましょう。バイバイ。